見たい聞きたい音聞きたいあなたの依頼に応えたい津波くん藤川くんのボアッチン探偵団ワンワンワンどういうことするんですか。はい、分からない。携帯を待っててください。かけてみたい。流しますかね。どこにあるんでしょう、この時間。どれでしょうね、用心して。あ、まだ分かんない。言ってもねえか、お前。そこまでボケなくても。もう名前も出てるんですか。出てますよ。名前出してるわ。どうでした。あ、またですね。はい。おかれさん。はい。こんばんは。こんばんは。すいません、今日はどうも。はい。はい、藤川ですけど。あ、どうも。どうもどうも。あ、こんにちは。津波、津波藤川と申して、大倉っていうので5、3人でやってます。こんにちは、どうも、はじめまして、大倉です。今日はありがとうございます。はい、どうも。このコーナーはですね、はい、生ボアッチって意味わかんないと思いますけど、いろいろリスナーからお叩きをいただいてですね、はい、いろんな質問を僕らが探偵団になって調べてくるというパターンなんですが、はい、今回は電話で、先、はい、に直接、いろんな質問をかましてみたいと思っておりますんで。はい、あの怪我の治りがなんかむちゃくちゃ早いって噂を。そうですね。それは何なの？去年なんですけど、はい、あのベルディ戦の時に、はい、あの菊池さんとぶつかって、はい、肺に穴が開いたことがあったんですよ。はい。おお。ぶつかって？はい。おお。その時に、まあ菊池さん運ばれたんですけど。おお。それで次の日ほら手術しないといけなかったんですよ。レントゲン取って。だからなんか次の朝起きたら元通りになって。なんだっけ。だから野人とか言われちゃうのね。そういうことだ。もしかしたら3年間なんじゃないですか。最近あの、はい、レッズやけに調子いいんですけど。そうですね。なその秘訣は何だと思う。ああ、やっぱり小関監督なんですかね。やっぱ監督いい。そうですね。まああんまり。去年とは変わってないと思うんですけど、うん、やっぱり監督の力があるのかなっていうのは、はい、いいね、やっぱ監督は大事ですけど、うん、去年までほら結構下の方にいたじゃないですか。はい。今年勝ってくると、はい、なんかそのいい気分になるけど、あの変わってくることって何があります？そうですね。サポーターはもともとね、あの弱いところでも応援してくれてるけど、はい。最近は？最近はもうやっぱすごい今が盛り上がってますよ。浦和の街はすごいですね。なんかもう優勝パレードの紙を配ってるなんかもう何選手は優勝パレードで個人ロッカーが欲しいとかなんかそういうことが新聞書いてあったけど、いや僕はあんまり必要ないんですけど、うん、うん、なんかみんな欲しいって言ったちょっと前にさ、はい、ポルトガルの、うん、リスボン、リスボンにトレードだか引っ張られたかで、ね、噂が出ましたが、はい、これもリスナーからのハガキで心配してるんですけれども、そうそう、真相の報道はいかがなんでしょう。あんまり言っちゃうと記者に書かれちゃうかもしれないから、そうそう、まあ、軽めでいいんですけど、やっぱり行ってみたいんですけど、やっぱチームの方がなんか出さないと、そういう感じです。なかなかね、はい、あれはそうだよね、大事な選手ですからね、もうね、もう素晴らしいですけど、今気になる方がいるの彼女の。そうなんですか。今全然いないですね。じゃチャンスあるわけだね、これ。え？俺が。お前が合ってどうすんだよ。タイプ的にはどういう感じの子がいいの？内田ゆきっぽい感じの。内田ゆき。ああいう可愛らしい感じの子がいいんだ。そうですね、なんか。ああ。レッズは結構、練習場とかのファンのことがみんな来てる？あ、来てますね。なんか、いろいろもらったりします？はい。オファーじゃ人気ある方？いや、僕はあんまり、そんなないもん。誰がやっぱり一番？福田さんとか。あ、やっぱりね。ベンチで一番賑やかなのって誰？いや、やっぱ、水内とか。あ、水内さん。キャイン水内な？はい。やっぱノブさんですね、あとは。ノブって誰？あ、池田ノブです。はい。ああ、奥さん、アマレスラ。アマレスで。はい。そうか。指導はどう？頑張ってる？あ、シロさんもそうですね、なんか、怪我がなかなか治んないみたいで。うん。はい。でね、毎日のさ、生活のスケジュールちょっと聞かせてほしいんですけど、はい、そう、練習がなんか10時で終わりなんでしょ？そうですね、10時練習なんでしょ？シーズン2は、10時から練習で、はい、で、もう昼で終わりなんですよ。それからな、ここは？それからもうないですね。何してんの？いや、昼寝したり、もう遊び行ったり。遊び行ったりってどこ行くの？いや、っていうかまぁ、ちょっと買い物行ったり。浦和のパルコとかね。浦和歩いてるとさ、やっぱり頼まれちゃうでしょ。
そうですね。まあ多分やっぱり浦和市民は、ね、浦和から出てどっか行くわけだ。そうですね、やっぱ東京の方が多いです。東京で、はい。なんかでも岡野なんかあの千駄ヶ谷かなんか歩いてると、そういうの見間違えちゃったりするかもしれないからね。よくよく見ないと、はい、よくよく見ないと見間違えちゃったりするからね。千駄ヶ谷走ってりゃ分かるかもしれないけどね、早いから。そうね、サポーターへのですね、はい、あのメッセージをちょっといただきたいんですけども、なんだけ負けても応援してもらってるんで、あの恩返しに優勝でも、あの、あ、優勝したいと思います。おお、はい、もう優勝宣言が出ましたところで、今日は本当にありがとうございました。はい、また協力してください。あ、どうも、はい、頑張ってください。ありがとうございます。今に行く藤川くんのイエローカードなんて怖くない。今日は出ていただきましたよ、単発時たま、あの私の、携帯ブックアトランタムに選んで、他のチームの選手もね、いきなり登場させてみたい。あとボーチあの誰か調べてほしいからね、郵便番号100直しから日本放送津波くん自覚のイエローカードなんて怖くない、ボーチさんとかの係までおはがきをください。お待ちしております。番号調べると、津波くん藤川くんのイエローカードなんて怖くない、この番組は森永製菓がお送りしました。